皆さんこんにちは。上野貴子の俳句 TV、 今回は今日の俳句をお届けいたします。この今日の俳句では2001年の今日ということで、今日は6月5日になりますね。6月5日の句をお届けいたします。まずですね、画面の方に句が載っておりますので、このね、私の上のところに載っているかと思いますので、まずそちらをご覧ください。俳句を読み上げたいと思います。駆け抜けた思い出が好き夏木立。はい、今日の句はこういった句になります。まず季語なんですけれども、もうパッとね、見て皆さん分かっていただけると思うように、夏木立、これが夏の季語ですね。もうこれはもう一目瞭然ということで、それではじゃあ俳句五七五17文字17音のリズムをちょっと見てみたいと思います。駆け抜けたで言葉切れてますね。上五では中七はと、思い出が好きと7文字ちょうど7文字で切れてます。そして下五、夏木立ということで、今日の6月5日の句、こちら五七五リズムも整っていて、口語調の句でしょうかね。駆け抜けた思い出が好き夏木立という、こういった口語調の俳句なんですけれども、五七五に俳句のリズムとしてはきっちりとはまっている、リズムは整っているかなと思います。そして季語も一つ夏木立とありますのでね、問題なく俳句ということで整えられた句になっていると思います。それでは内容なんですが、読んでねいただければ、今日の句は本当に分かりやすい今の句なので、作者自分なので私にはすごく分かりやすいんですけれども、夏木立のね、木漏れ日や何かこうゆらゆらと、夏の木々がこう揺れている、木々のこうなんていうかな、光がこうね、木漏れ日がこうパラパラパラっとこう揺れる、そのこう動きがありますよね。夏木立ってなんかこうちょっとこう暑いじりじりっとした日ではなくて、この日は何かざわざわざわっと、木々が動いた、そこにスッと何か自分の中の風のように何かがこう駆け抜けていった。それはちょっとね、自分のこうメンタル、なんかこうちょっとロマンチックな心の叫びでもあり、何かこうざわざわっとね燃え立つ木々が通り抜けるっていうことで、ちょっと青春の一コマの何かを思い出して、自分はそんなね、楽しい昔のあんな思い出があったなって、とってもこうさっとこうすり抜けていった夏木立の中のざわめきっていうのが、すごい自分の中でこの日好きな思い出だったんですね。なんとなくこう楽しい、素敵な青春の思い出をふっとこう感じ取ったっていう、そういう夏の句です。6月5日、まだね梅雨には早かったんじゃないかなと思う句ですけれども、梅雨入り前のね、すがすがしさを読んでいるのではないかなという、句になるかなと思います。こういった感じで俳句をね、俳句日記として毎日書き続けるというのはとても意義があることじゃないかなと思うんですね。日記ってすごく皆さん面倒ですぐ忘れちゃうんですけど、例えば俳句のね、この季題夏木立、こういった季題があるんですけど、今日だったらこれですよね。で、季題をちょっとこうその日のヒントにすると、日記も書きやすいですよね。俳句だけではなくて、夏木立ここの辺ではどこかにあったなとかね、昔小学校の前そういう感じだった、並木道だったなとかね、そういうふうにいろいろこういろんなことをこう思い出したり、また実際今の自分の生活に照らし合わせたりして想像したりもできる、そういうヒントになるんじゃないかなと思いまして、俳句日記を奨励しています。そういったね、俳句のレッスンということでオンライン俳句講座
というオンラインの俳句講座を販売しておりますので、そちらの方も ご興味がある方はこのページの下の方にね、リンクを貼り付けてありますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。オンラインシステムですのでね、ホームページ式になっているので、スマホでもどんなタブレットでもね、何でも見やすいし、あと持ち運びも便利なので、とても便利な講座になっております。それでは今日は6月5日の句でした。この辺でお別れしたいと思います。それではまた次回、さようなら。